さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。100回目の今回は、史上最強助っ人と称される選手の解説になるよ。その選手とは、阪神に6年在籍していた、ランディ・バース選手だよ。今でも語られる史上最強助っ人、一体どんな選手だったのか、早速解説を始めていくよ。ランディ・バース、1954年3月13日生まれの67歳、アメリカ合衆国出身の元プロ野球選手だよ。引退後は政治家を務めているよ。メジャー時代はツインズ、ロイヤルズ、エクスポス、パドレス、レンジャーズを転々。メジャーではその長打力から、ニューヨークからロサンゼルスまで飛ばす男、と言われたこともあったが、速球に弱いという弱点があり、メジャー通算本塁打は9本に終わっているよ。また、幼少時に足を複雑骨折していたことから、全力疾走ができない状態であり、守れないということで、レギュラー獲得には至らなかったよ。1982年のオフ、ハワイの MLB インターミーティングでは、阪神のほか阪急、ヤクルトなど日本の複数の球団が、バースに関心を寄せていたそうだよ。そしてツインズ GM がバースの代理人に、ヤクルトを優先してほしい、と声をかけてくれていたこともあり、ヤクルトとしては改めてビデオを確認した上で、日本では活躍できると確信し、契約寸前にまで至ったそうだよ。だが、守備難がネックで、一塁しか守れなかったこと、当時のヤクルトの一塁には、大杉、杉浦という強打者が二人おり、かぶってしまうため、当時の監督の竹上が、急に難色を示し出し、結果的に大杉、杉浦を優先したことから、合意には至らなかったよ。ヤクルトが撤退し、最後は阪神と阪急との間で、獲得競争となり、阪神担当と阪急常務が契約金額を競り合ったが、ブーマーウェルズに着目した阪急は、乗り換えて手を引いたよ。そして12月18日に、阪神への入団が正式に決まったよ。1983年に来日。阪神入団当初は、藤田が一塁手として多用されていたこともあり、ライトで守備についていたが、全力疾走できないことと、藤田の年齢による衰えから、後に一塁手に固定されるよ。しかしオープン戦での死球による、左手首骨折の影響で開幕2軍スタートとなり、4月16日の開幕5戦目で、代打として公式戦初出場。しかし、一軍昇格後も不振が続き、4月はノーヒットに終わり、開幕から15打席連続無安打と、当時の球団ワーストを記録するなど、シーズン序盤を出遅れたよ。5月4日の巨人戦で、初ヒットを打った後は徐々に調子を上げ、1年目から打率2割8分8厘、35本塁打、83打点と強打力を見せつけるよ。また、同年のシーズン終盤には、25試合連続安打も記録しており、これは2001年に檜山が28試合で更新するまで、球団記録であったよ。ちなみにこの1983年に、バースはシーズン途中で、解雇されていた可能性があったそうだよ。4月を2位で終了したものの、5月途中には3勝10敗と大きく負け越し、調子の上がらないバースが、不調の原因との批判も多く、同期入団でミートのうまい、ストローターの方が、日本の野球に適合しているとの評価が高かったそうだよ。そんな中、先発投手陣が手薄な球団は、投手のオルセンの獲得に動き、当時の規定では、外国人選手は1チーム3名までしか、契約できなかったこともあり、すでに3人の野手と契約していた球団は、このうち誰か、1人を解雇する必要に迫られたよ。球団はパワーの他に態度、努力、人格を評価しバースを残留させ、その期待通りバースは、後半戦から一気に調子を上げたよ。翌1984年は、3割2分6厘を上げたものの、前年を下回る27本塁打に終わり、また夏場に負傷で離脱したことにより、チーム全体の失速を招いてしまうよ。さらにオフに、外野手の岡田を3塁に、3塁手の掛布を1塁にコンバートする案が持ち上がり、掛布と重複し、守備力に難のある、バースを解雇するという情報が流れたが、来季から再任する吉田監督が、球団に残留を強く進言、掛布の一塁コンバート案も、白紙となったことで、解雇を免れているよ。1985年には、太陽の長崎を手本としたバッティングを独力で得。掛布、岡田と強力なクリーンナップを形成。同年4月17日の巨人戦、牧原からのバックスクリーン3連発での1本が、バースのこの年の第1号本塁打だったよ。この年は打率3割5分、54本塁打、134打点の成績を残して三冠王に輝き、阪神の21年ぶりのリーグ優勝、初の日本一に大きく貢献。またセリーグ初の、外国人選手による本塁打王となったよ。この年は大貞治が1964年に記録した、シーズン55本塁打の更新が注目されたが、54本目を打った段階で、残り試合数が2試合、いずれも巨人戦で、その監督は王。
最初の試合で先発した江川は、3打席ストライクで勝負し、1安打に抑えるも、他の投手は事実上の敬遠攻めだったよ。最終戦の第1、2、4、5打席はストレートのフォアボール、第3打席は単打して、結局1打数1安打4四球で、記録は達成できず。翌日の放置新聞には、バース記録達成失敗という見出しと、自分はバースに敬遠を指示しなかった、という王のコメントが掲載されたよ。当時巨人に在籍した、外国人投手のカムストックは、後に自らの著書でこのことを振り返り、バースにストライクを投げると、1球につき罰金1000ドルが課せられていた、と記しているよ。指示を出したのは、当時1軍投手コーチだった堀内で、また当時バースは、最終戦を前に、記録達成は無理だろう、私は外人だから、とも語っていたよ。一方、この敬遠攻めの影響で、バースの出塁率が上昇し、前日まで9厘差でトップだった吉村を、最終打席で抜いたことで、バースは最高出塁率のタイトルも獲得したよ。結果的にバースは、当時表彰タイトルだった最多勝利打点と合わせ、打撃部門5冠に輝いたよ。西武との日本シリーズでは、第1戦から第3戦で、3試合連続本塁打を放ち、攻守にわたって大活躍でチームを牽引。阪神を1リーグ時代から約38年ぶり、2リーグ制になってからは初の日本一に導き、バースはシーズンと、日本シリーズの両方で、MVP を獲得する快挙を達成。なお阪神の日本一は2リーグ制では、1985年が唯一であることから、バースは阪神唯一の、日本シリーズ MVP 獲得者だったよ。1986年4月、開幕試合の太陽戦は、5打数無安打としたものの、8試合目に3割台とし、5月は6試合連続マルチ安打を記録。5月下旬から6月にかけて、打率3割6分9厘に上げ、5月31日にはこの年初めて首位打者に立ち、7月2日の太陽戦で打率を4割2厘と4割に乗せるよ。最終的に3割8分9厘で、打率の日本プロ野球記録を更新し、47本塁打、109打点の成績を上げ、ロッテの落合と共に、2年連続で三冠王となったよ。バースは規定打席到達後、それまで張本が持っていた、シーズン打率の日本記録が下回ってしまうと、日本の投手が、それ以上勝負してくれないのではないかと考え、監督に直訴して、それ以降の試合を、欠場させてもらうつもりでいたが、結局一度も下回ることはなく、最後まで打席に立ち続けたよ。当時、江川以外でバースに、真っ向勝負を挑んだ投手として、広島の津田がおり、バースに対して、すべて150キロ超えのストレートで挑み、3球三振に仕留めたこともあるよ。この試合後、津田に対してバースは、津田はクレイジーだ、とコメントしているよ。1987年には落合がトレードで、中日に移籍し三冠王対決と騒がれたが、両者とも成績を落として無冠に終わるよ。また、前年から囁かれていた、吉田監督との確執がエスカレート。無冠に終わり、チームが低迷したこの年、雑誌のインタビューで、監督批判を行ったため、球団からペナルティとして、罰金を課せられたよ。1988年、水頭症を患った長男への対応をめぐり、球団と対立し、シーズン途中の6月27日に解雇されたよ。契約では家族の疾病の際には、球団が医療費を負担することになっており、多額の医療費を負担することを、恐れたための解雇だそうだよ。まだ34歳で、肉体的な衰えも見られなかったことから、メジャー3球団からオファーが届いたり、ヤクルトや中日、福岡に移転したばかりの、大栄入りがたびたび報じられたが、結局この年をもって現役生活を終えたよ。帰国後は本業の農場経営の傍ら、1998年から2003年まで、読売のスカウトをしていたとされているよ。また2000年から2003年までは、ロートンハイスクールで、女子ゴルフのコーチを務めているよ。2001年には、ふるさとであるロートンの市議会議員に当選。一期務めた後、2004年のオクラホマ州、議会上院議員選挙で、地元第32区における民主党の候補者指名を受けるよ。大統領選挙一般投票と同日である、11月2日の投票では初当選。連続4選。2019年1月3日に任期満了で退任したよ。また選手引退後も、イベントなどでたびたび訪日しているよ。1995年から開催されている、サントリードリームマッチには、毎年必ず出場しているほか、プロ野球マスターズリーグにも、大阪ロマンズの選手として登録されているよ。かつてのライバルであった広島の大野とは、直球とフルスイングで、ファンを沸かせているが、現役時代と変わらぬ体型と肉体を維持し、140キロを超える大野の直球に、全打席三振を喫しているよ。そして2008年8月28日の、阪神対中日戦では、始球式を行い、テレビ解説にも登場したよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。
バースの名字は、正しくはバスと発音するが、当時阪神バスが球団親会社である阪神電鉄の直営事業だったこともあって、校長時に阪神バス大爆発、怪我をした時に阪神バス故障、不審時に阪神バス急ブレーキ、阪神バス大渋滞、などとマスコミに揶揄されるのを嫌った球団側の配慮で、あえて音を伸ばした、バースを登録名としたそうだよ。二度の三冠王に輝き、阪神の優勝、日本一に貢献したことから、1985年当時を知る阪神ファンからは、神と呼ばれることも多いよ。球界内外では、現在でも史上最強の助っ人、と言われることが多いよ。またバースとの入れ替わりで、1988年に来日したジョーンズを筆頭に、阪神がメジャーリーグで実績のある、左打ちの外国人野手と、契約またはオープン戦などで、阪神の外国人野手が活躍したことをマスコミが報じる際、選手に期待を抱かせる意味を込めて、バースの再来などの見出しで伝えることが多いが、多くは大した活躍ができずに、退団するケースが多いよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、史上最強助っ人と今でも語られている、その理由が分かった気がしたよ。6年という期間で、200本塁打以上、打率も驚異的な成績を記録。メジャーでは花開けずも、日本で神と呼ばれるまでに至った。ただ、選手としての映像で見るものは輝かしいもので、退団の経緯がチームに貢献していた選手への対応とは思えなかったよ。時代で扱いが変わる、もしバース選手が今の時代にいたら、扱いは変わっていたのかな。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。